シャーク・ドレイクさん、よく見ると足めっちゃ太い竜です。さあ本日なんですが、ナンバーズ32海溝竜シャーク・ドレイク、こちらのモンスターを使ってワンキルしていきたいと思います。このモンスターね、非常に強力な効果を持っていましてね、レベル 4×3 で出せますという非常にちょっと重めのね、モンスターなんですが、効果もうね、脳筋なんですよ。効果特に耐性とか相手除去するとかありません。脳筋です。一旦一度このカードの攻撃によって相手モンスターを破壊して墓地を送ると、エクシーズ素材を取り除いたことによって、その破壊したモンスターを攻撃表示でも特殊召喚できると。でさらにそのモンスターの、打点が1000ダウンするという効果を持ってましてですね、結構ワンキルで、ちなみにその効果使うと2度、もう一度攻撃できるという2回攻撃できるっていうね、効果なんですが、要するにですね、打点アップして、カイコールシャークドリゴは打点アップしてぶん殴っていけばワンキル取れるんですよ。結構1000ポイントダウンしてもう一回殴れるとかあるからね。だからですね、今日はこいつの打点をめちゃくちゃ上げてぶん殴っていくっていうデッキになってましてですね、でさっき言ったように耐性が1ミリたりともないんですよ。1ミリたりとも耐性がない、トラップカードとか魔法カードとかモンスター効果とか全部受けるんで、なのでその辺のカードはもうひたすらに除去していくしかない。こっちが介護してあげるってことですね。一級介護士、竜と呼ばれています私は。なのでコスミックサイクロンとか、局長とか、この辺のカードで相手のバックを飛ばしていくと。でですね、打点アップするのは自分は2800しかないんで、とりあえずまず一気化成ね、リンクス界最強の、打点アップカード1500、1枚発動したら1500アップできるっていう最強のこのカードを使ってまず4300にすると。でさらにですね、今回は新しいスキル、逆襲のシャークというスキル、皆さんご存知でしょうか。このカードはですね、カードじゃない、スキルはですね、これまた脳筋でございまして、ライフポイントが相手よりも低い時、自分のフィールド上のランク4以下の水属性海竜族のエクシーズモンスター、これシャークドレイクですね、シャークドレイクをターン終了時までエクシーズ素材を3枚につき1500アップ。つまり何が言いたいかというと、このモンスターに一気加成をして1500アップさせた上でさらに1500アップと、つまり、ね、3000アップするんですよ。打点が5800です。5800で2連打、かっこいいね、素晴らしい出来だ。で一番の問題点は3体を並べるのが難しいということなんですね。シャークさんのリアルのシャークデッキを使うと3体並べるの、ちょっとカードいっぱい使っちゃうんですよ。なんでコンボパーツが揃わないっていうねことなんで、今回は2枚で3枚を揃います。まず1枚目は、ベルズマンドラゴン、これ特殊感できるモンスターなんでね、これを出して、でさらにこれ何回も言ってますよね、ランク4エクシーズデッキはシュトロンベルクの金の城が強いと。これ1枚で、ハンスと鉄の騎士が出せるんで、これを出して、ベルズマンドラゴ、鉄のハンスと鉄の騎士っていう、もうシャーク全く関係ないモンスター3体を並べてシャーク出していくとで1500アップからの1500アップで5800で2連打です。そういうデッキやっていきましょう。ナンバーズ32召喚ムービーもあるよ。デュエルスタンバイ。おっしゃ、先行いいだろ、先行でノーガードエンドだ。エンドあ、これは使ってエンドでだ。相手これ多分知らぬいやから、知らぬいは影物召喚して用途出すくらいじゃないか。やるぞ、分かってっか、こっち、はいはい、あ、それ強いね、それはちょっと強い、いいでしょう。局所がある、いける。レベル上昇やめてください。レベル上昇やめてください。あ、大丈夫だ。オッケー、レベル上昇ない。よし。刀髪オッケー。オッケー。2500もらうよ。2500全然もらうよ。もらう。全然もらう。マンドラゴ。マジでマンドラゴ。よし。あるか。あるのか。とりあえずちょっと飛ばすわ。おはようございます。おざす。ハリムシオッケー。ハリムシはもういい。ハリムシはもうしょうがない。ハリムシはしょうがない。オッケー、問題ない。で、ゴズッキーか？ゴズッキー出せ、なんかモンスター。ゴズッキーなんかモンスター出さない。ベルツマンドラゴ特集。これさ、突破できないのかな？でも、これ、一気稼いないと突破できないよ、もしかして。で、これで、白目の金の城発動。
鉄の騎士出していく、鉄のハンス出していく、で鉄のハンスからのハンス効果、鉄の騎士ちょっと計算しますね、4300引くことの2500は1800、4300引くことの1500は2800、1500、いけるんじゃない、いけるんじゃない、いけるんじゃない、これこれいけると思うんだけど、俺はフィールドのレベル4のモンスター3体でオーバーレイネットワークを構築、ベルズマンドラゴ、鉄のハンス、鉄の騎士でオーバーレイ行くぜ、かましてやるぜ、ナンバー32、最強最大の力を持つ深海の帝王、その規模で全てのものを噛み砕け、エクシーズ召喚、海交流シャークドレイク、そしてここで最強スキル発動、逆襲のシャーク、俺はフィールドのランク4以下の水属性エクシーズモンスター1体を対象に取り、そのモンスターの打点を1500ポイントアップ、バトルフェイズいけ、シャークドレイクの攻撃デプスバイト、そしてこのモンスターが戦闘で相手モンスターを破壊した場合、オーバーレイユイットを1つ使い、相手のそのモンスターを1000ポイント打点を下げて、さらに特殊召喚することができる、さらにこのモンスターはこの効果を使ったターンもう一度攻撃することができる、デプスバイト2連打ドラーくたばりやがれクソシラノイガ、はい勝ち、勝ち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 山ドロー、強すぎ強すぎ強すぎる、やばいバカ強い、ゴブレインのやりくり上手知らん、そんなカードは、そんなカード知らん、どっか行けで、からのマンドゥラゴ、マンドゥラゴで、シトロンベルクの金の城発動、シトロンベルクの金の城の効果によってデッキから鉄のハンスを特殊召喚し、そしてさらに鉄のハンスが特殊化に成功した場合の効果によってデッキから鉄の騎士を特殊召喚できる、レベル4のモンスターがフィールドニュース3体来るぞユーマ、俺は鉄の騎士、ベルズマンドラゴ、鉄のハンス3体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、最強最大の力を持つ深海の帝王、その規模で全てのものを噛み砕け、海交流シャークドレイク、エクシーズ召喚、そして海交流シャークドレイクを対象に一気火星を発動、で出たシャークさんのマジックコンボだ、そしてスキルを発動、逆襲のシャーク、俺はフィールド上のランキー4モンスター1体を対象に取り、1500ポイントの攻撃力をアップさせることができる、バトルフェイズ、攻撃名なんだっけ、デプス、デプスバイト、いけシャークドレイクの攻撃デプスバイト、そしてシャークドレイクの効果を発動、オーバーレイユイットを1つ使い、相手のフィールドのモンスターをもう一度特殊召喚し、1000ポイント攻撃力をダウンさせ、さらにこのモンスターはこの効果を使ったターンもう一度攻撃することができる、くたばれゼップスバイト、ふん、シャークさん工場何回言ってた、あーあーああ強い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 、ドロー行くぜ、俺は俊足のカバーバリキテリウムを特殊召喚、そして会長グライフのモンスター効果を発動、そしてシュートロームベルクの金の城を発動、シュートロームベルクの金の城の効果によってデッキから鉄のハンス、そして鉄のハンスの効果、鉄の騎士をデッキから特殊召喚できる、レベル4のモンスターが3体来るぞユーマ、俺はレベル4のモンスター3体でオーバーレイ、3体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、最強最大の
力を持つ深海の帝王、その牙で全てのものを噛み砕け、海光竜シャークドリック。そして手札よりマジックカード発動、コズミックサイクロン、自身の魔法カードを1枚ゲームから除外していく。そして何あれ、スキル発動だ、逆襲のシャーク。そして俺はシュロンベーグの金の城を発動し、このままバトルフェーズに移行する。行くぜ、シャークドレイクの攻撃。ダーガー。あ、